この下の図が私たちの QR マジックの説明の概念図です。一つの QR コードから20個の URL につながるわけですね。それが10個ついて QR マジック10といいます。それを10セット絡めて QR マジック1010 10といって100個の えー、QR マジックがついたものがあ私たちは基本的に使ってます民庫 TV ということがここに書いてありますけどこれはインターネット放送局のことなんですね、えー、地上波例えばテレビラジオ CATV コミュニティ FM っていうのは放送法で守られてて免許がいるんですねそれにそれを立ち上げようとすると かなりの設備とそれを放送している間の留守番する管理人がいるんですね。でもインターネット放送っていうのはインターネットテレビとかインターネットラジオというのもありますけど、これは通信法で無料でできるわけです。ですから私たちはそれぞれのお店が今日の特特情報、今週のバーゲンの情報をそこで話していただければ、それをまとめて皆さんに。 お知らせすることができるので、みんなのコミュニケーション、みんなでコラボレーションしましょう、みんなのコミュニティということで、民庫 TV ということも考えてます。このような民庫 TV、半径2キロ圏内のお店の情報、これはあー QR マジック1010 10使うと、えー、実は2000個の URL につながるわけですね。 ですからあー Google マップだったらそこに、えー、QR コード無料の QR コードをつければ、えー、無料で Google マップで案内してくれて Google ビジネスプロフィールでホームページのようなあ機能がついてくるわけですね月額1万円で2000件のお店の情報がそこで えー、常に入れ替わると。それは本部は番号を発行するだけですからあとは中身のメンテナンスはそれぞれのお店でやるかできない人は近くのエリアコンシェルジュっていう方たちがサポートするような体制をとってますこのミンコ TV にご興味のある人はまたメッセージをいただければあ資料をお送りしたいと思います